こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではオールユニクロで秋コーデベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ、最近はですね、気温がだいぶ涼しくなってきたので、まあ、本格的にですね、秋のコーディネートを楽しんでいる大人の男性も少なくないかなと思ってます。まあ、僕自身ですね、結構なんだかんだで9月ぐらいは T シャツで過ごすことも少なくなかったんですが、それだけではなくて秋に活用できるようなちょっとしたアウターなんかも羽織ることが最近は増えてきました。ただ秋というのはですね、一点ずつの単価が夏に比べると上がるので、なかなかですね、全身の着こなしを楽しもうとするとそれなりにお金がかかってしまうんですね。ですので今回は僕たちにとって一番身近でリーズナブルな価格帯のお店、ユニクロの商品だけを使って秋のコーディネートを3種類組んでいましたので、よかったら参考にしていただければなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね、今回ご紹介するコーディネートは普段からすることが多いんですね。特に土日なんかはですね、家族と過ごして子供と遊ぶことも少なくないので、そうなるとですね、そこまで汚れが気にならない服装というのがかなり重宝するんですが、まさしくユニクロなんかはですね、そういった家族で過ごしたりだとか子供と過ごしたりするときに、まあ、汚れてもそんなに気にならないこなしというか、すごく気軽に着やすいものなので、ぜひ皆さんもですね、参考しながら秋の着こなしを楽しんでいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のコーディネートから解説をしたいなと思ってるんですが、まずですね、一番メインになるのはこのアウターですね。まあ、先日のですね、ユニクロ U の動画の中でもですね、おすすめさせていただいたこちらですね、女性ものにはなるんですけども、デニムのシャツジャケット、こちらをメインとしてコーディネートを組んでみました。これがですね、やっぱりめちゃくちゃいいんですよね。まあ、デニムのですね、カジュアルな質感と肩が落ちていてシャツアウター的なちょっとですね、今っぽいデザインというのが個人的にもすごく気に入っていて、いろんな場面で使えるなというふうに思っています。このアウターの下にはですね、これは今季のものではないんですが、春に購入しましたプラス J のですね、スタンドカラーシャツ、ストライプ側のものですね、これを着てみました。このシャツもですね、僕は2枚持ってまして、撮影用とプライベート用両方楽しんでいるわけなんですが、かなり使い勝手がいいんですね。着こなしの中にちょっとしたアクセントを添えるにはすごく便利なんですね。まあ、こちらのデニムのシャツアウターと同じようなブルー系の色になるので、すごくですね、収まりが良くて、このようなシャツとデニムシャツの合わせは、個人的にはバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。そしてボトムスに関してはですね、まあ、スマートアンクルパンツのような、まあ、適度にテーパードが効いているような綺麗なボトムスでもいいんですが、まあ、ちょっとゆったりめの今っぽいスタイルではあるので、今回はですね、シルエット少しゆったりめのものにしています。こちらもですね、ユニクロ U のものなんですが、まあ、結構ですね、通常のユニクロのボトムスって細身のものが多かったりするので、ちょっと今っぽいシルエットのパンツが欲しい場合はユニクロ U のもので選択肢があるので、まあ、そういったものを選んでもらうと今のようなシルエットが出せるかなというふうに思っています。もちろんこのように上半身をゆったりめにして、ボトムスはブラックのスキニーみたいなものですっきりと Y シルエットを作ってもらうのも僕はバランスがいいかなと思うので、このあたりはですね、ボトムスは好みで選んでいただければなというふうに思ってます。そして足元に関しては少し爽やかさを出したかったので、ホワイト系のレザースニーカー、これはスーパースターですね、こちらを合わせています。まあ、こんな形でですね、秋の着こなしの一つ目をご紹介してみたわけなんですが、まあ、やってること自体はすごくシンプルで、スタンドカラーのスッキリとした襟の上にこういった襟付きのシャツアウターを着るという着こなし方はですね、結構使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。今僕が着てるシャツアウターに関してはまだ在庫もですね、オンラインの方しっかりとありますし、店頭でも試着ができるかなと思うので、なかなかの名作だと思うんですね。秋のアウターというところをユニクロで考えてみると、やっぱりですね、ユニクロ U の完成度が高くて、まあ、着ていてワクワクするものが多いので、ぜひ皆さんもですね、これからアウターを買う場合はこちらも検討していただくといいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、今度はですね、アウターはこちらのですね、ジップアップブルゾンですね。これまた今季のユニクロ U のものになるんですが、まあ、短い丈のアウターの中では
これはですね、もう断然良かったので、ぜひ皆さんにも取り入れていただきたいなと思うんですが、ただですね、こういったアイテムって失敗すると本当におじさんっぽく見えるので、まあコーディネートでですね、工夫することが大事になるんですね。まあその点ですね、今回はこちらのアウターの内側にはですね、これまた今も売ってます、ユニクロ U のレギュラーカラーシャツですね。こちらを着ています。で、色に関してはですね、表記はピンクになっているんですが、少しですね、紫がかった品のある明るい色合いなんですね。まあ、こんな形で、ブルゾン自体がちょっとクラシカルなデザインなので、内側にはですね、綺麗な色を合わせてあげた方が、おじさんっぽく見えづらいのかなというふうに思っています。他にはですね、ちょっと綺麗な色の T シャツなんかも合うかなと思うので、ぜひ使っていただきたいなと思ってます。で、ボトムスに関しては、先ほどはですね、ワイドテーパードみたいなものを合わせていたんですが、今度はですね、スマートアンクルパンツですね。僕の動画の中でもよく出てくるボトムスで、先ほどのものよりは少しですね、タイトめのシルエットになっています。とは言ってもですね、もも周りにはゆとりがありながらも、膝から下にかけてテーパードといって細くなるようなシルエットなので、やはりですね、先ほどのボトムスよりは綺麗めに見えるかなと思ってます。まあ、このアウター自体が少しですね、ゆったりめのデザインになっているので、このボトムスに関しては少し細めにしていただいて、全体のシルエットをですね、Y シルエットと呼ばれるような綺麗なラインにしてあげると、よりバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。もっとメリハリをつけたい方は、もちろんブラックの細身のデニムなんかでもいいかなと思うので、そのあたりは好みで使い分けていただくと、バランスが取りやすいかなと思っています。そして、靴に関しては、まあこれもね、先ほど同じです。ちょっと明るさを足したかったので、白系のレザースニーカーを合わせていますが、まあ、エアマックス97のようなですね、少しですね、ボリューム感があって、なおかつ今っぽい雰囲気の漂うようなスニーカーで、外しを出すのもいいかなと思うので、そのあたりのスニーカーもですね、好みで選んでいただければなというふうに思ってます。今回のコーディネートは、今ですね、実際に置いてあるものだけで、気軽にトライができるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、試していただければなというふうに思っています。はい、続いて3つ目の着こなしなんですが、今度はですね、こちらベージュのステンカラーコートを着こなしの軸としているんですが、これもですね、なかなか大人っぽくて、多くの男性に使いやすいようなコーディネートになってるかなと思ってます。まあ、特にですね、秋でも冬に近づいてくるとですね、だいぶ気温が下がってくるので、そうなると先ほどまで使っていた短い丈のアウターではなくて、このようなロング丈のアウターがあるとすごくですね、雰囲気が出やすいのかなというふうに思ってます。まあ、なんだかんだですね、アウターは今回3つともユニクロ U のものになってしまったんですが、やっぱりですね、完成度が高いんですね。かといってデザインがトレンドに思いっきり振ってるわけでもないので、大人の男性にも使いやすいという点で、まあかなりですね、今回のユニクロ U は秀逸だったような気がするんですが、その中でもですね、このステンカラーコート、なかなかバランスがいいなというふうに思っています。まあ通常のユニクロでもステンカラーコートをやってるんですが、それはですね、かなりベーシックで、まあもちろん悪くはないかなと思うんですが、その中でもですね、ちょっとしたトレンド感があると着ていてワクワクするのかなというふうに思っています。特にですね、こちらはベージュの色合いではあるんですが、少しくすんでいて秋らしいですね、色合いになっているんですね。またちょっとおしゃれな人が見てもこのベージュの色合いってやっぱりですね、こうこなれた感じが出ていてすごく好印象なのかなというふうに思っています。まあ、このようなベージュのコートというのは秋だけではなくて割と春なんかにも使えるので、一着はですね、持っておいて損はないのかなというふうに思ってます。まあ、ロング丈のコートというとチェスターコートのようなもうちょっと厚手のものを持っている方は少なくないかなと思うんですが、こういうような軽快なロング丈のステンカラーコートはですね、一着あると便利かなというふうに思っています。そしてこのコートの下にはですね、白の丸首のニットですね、合わせています。こちらはですね、ミラノリブニットユニクロのものなんですが、このホワイト系がですね、今季はないんですね。ですので今回僕が着ているのは去年のものなんですが、こういったベージュ系のアウターとホワイトのニット、この2つはですね、色的にもすごく相性がいいので、上半身を明るめにまとめるというのが、まあ、かなりコーディネートがしやすいかなと思っています。一方でボトムスに関しては上半身が明るいので引き締める上でもですね、こういったグレー系のデニムだとか、あとはブラック系のデニムでもいいかなと思うんですが、まあ、このようなグレー系と結構ですね、ベージュの中でもグレイッシュなものなので相性がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、シルエットは細身でこれも使い勝手のいいジーンズなんですが、そしてそのまま足元もですね、ブラックのレザースニーカーを今回合わせてみました。基本的には下半身はですね、グレーとホワイトとブラックというモノトーンでまと
とめることで大人っぽくシャープな雰囲気にもなりやすいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、この着こなしはかなり王道的で多くの大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひですね気軽にトライをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではオールユニクロで秋コーデベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあどれもですね今店頭で置いてあるものが多かったと思うんですが、結構ですねなんだかんだでアウター系がユニクロ U のものだけになってしまって、その点だけちょっと反省はあるんですが、まあ個人的にですねやっぱりユニクロ U のアイテムすごく使い勝手がいいかなと思っていまして、そんなに派手さはあるわけではないんですけども、よりベーシックで大人世代でも使いやすいものがこの秋冬は多かったかなと思うので、ぜひ皆さんもですねインラインのユニクロの商品もちろんいいんですが、そこまでですねトレンド感振りすぎてないのでユニクロ U のアウターぜひお楽しみいただければなと思ってます。まあ内側にね着てるものも一部ですね今季のものじゃないものも入ってまして、その点はですねちょっと他のもので対応していただきたいなと思ってるんですが、どんなものが代わりになるのかというところはですねこちらの動画の下の概要欄にいくつかリンクを貼っておきますので、そちらでご対応いただければなというふうに思っています。まあオールユニクロでもですねやっぱりインラインのユニクロとユニクロ U とかプラス J のようなデザイナーズとのコラボレーションライン、この2つをですね掛け合わせることでかなり満足度の高いコーディネートが組みやすいかなと思っています。まあ以前はですねユニクロこういったコラボレーションそんなに多くはなかったので、なかなかですね全身ユニクロだとなんとなく物足りない感じがしたんですが、最近はそんなことが全くないので、ぜひ皆さんもですねユニクロ U とかプラス J を積極的に混ぜ込みながらですね全身ユニクロスタイルを楽しんでいただければなというふうに思っています。これからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。